できました。最高の色ですね。皆さんこんにちは。今日はミルクリッチパンを作ります。水 70ml、 牛乳 110ml、 強力粉 280g、 塩 4g、 バター 20g、 加糖練乳 40g、 ドライイースト、あや焼きパンなんで 3.6g です。それでは測っていきます。よろしくお願いいたします。 280g 測りました。塩 4g、 バター 20g、 バター 20g、 加糖練乳 40g。 これが出すのがめんどくさいんでね。ドライイースト 3.6g、 3.6g 測りました。以上でミルクリッチパン、ハベルさんのパン、パナソニックベーカリー一斤レシピをの計量を終わりました。それではこれに入れていきます。それではこれです。それでは強力粉、加糖練乳 40g、 これはね、どうしても残っちゃう。これだけが面倒くさい。でも皆さん、簡単ですよ。これ簡単に作れるって本当に簡単ですから。測ってパン釜さんに入れるだけですからね。終了。あとはこれを入れるだけね。ドライイースト 3.6g、 あと入れるだけですと。いってきます。皆さんぜひ作りになってください。パナソニックさんのパン釜さんに入れました。それでその後にドライイーストを入れます。それで、メニューこれ早焼きで5です。それでは焼き色は標準で、焼き色標準でやります。スタート。ハベルさんのパンです。伸び出しました。いつもこの瞬間が楽しいよね。動き出しの瞬間がね。それではよろしくお願いします。それでは次の、パンを作ります。それではこちらはオレンジピール入りオレンジパン。ところがオレンジピールってまあ皮ないので、マーマレードに変更いたしました。Kベーカリーで 1.5 斤のレシピです。水280ml を 270g 減らしました。でなんでかというと、オレンジピールの代わりにマーマレードにしましたんで、入れるんで水分量を調整しようかなと思って 270g にやってみました。それから強力粉 400g、 砂糖 20g、 塩 6g、 バター 20g、 25g、 スキンミルク 9g、 マーマレードを70から今日娘が帰ってきたんで、水分量を考えると 50g でいいんじゃないのという話を してくれましたんで、まあやってみたらという話でした。それからドライイーストが 4.2g を計量していきます。270、強力粉ぴったり、それから砂糖に塩を、ということで、それではこれを MK ベーカリーさんにお願いします。 MK さん、パンカマさん、パンカマさん、電源をメニューに 1.5 斤、普通で焼いてみます。今まで淡く焼けるっていうやつで、それで焼き色普通 1.5 斤、早焼き。スタート。
ドキドキするよね。じゃあお願いします。 MK ベーカリーさん、出来上がりが11時22分10時9分はい、こちらはいい色にこねられてきましたね。よろしくお願いいたします。こね中です。もう立派にこねてる。すごいね MK さん、できました。最高の色ですね。これはすごい。ということで取り上げます。なるほど、これは今までになくすごい最高の色ですね。これは外見は100点満点ですね。すごいな、俺は天才か。喜びと感動が、これも色が最高ですけども、ちょっと割れてますね。それでは出していきましょう。最高ですね。普通の焼き方にした方がいいのかな。淡いっていうのはちょっとあれかな。いかがでしょうか。ここの硬さ、焼き色は85点90点ぐらいですね。形は両方とも、まあでもこれ色は最高ですね。ファンらしいです。じゃあ袋に入れて、上は閉じません。ちょっと今焼いたばっかり。こちらも完全に冷めちゃいました。皆さんおはようございます。さあチェックです。それではこちらがミルクリッチパン、アベルさんのです。着ています。朝寒いからもうちょっと硬くなってる。はい、チリです。これはすごいな。マーマレードです。マーマレードの娘に言われて、あ、マーマレードがない。やっぱりあれだと全部なくなっちゃうんだな。ということでこちらは朝日の中に映えるマーマレードパンです。マーマレードパン、やっぱりマーマレードはあれな。さあ点数です。こちらは80点、こちらは78点80点85点かな。何点だっけ。ということでアベルさん食べてくださいね。アベルさんこちらです。なんで切るときこういう風になるんだろう。斜めになっちゃう。こっちはまっすぐじゃない。ということで、あとは食べてみます。色はすごい綺麗にできましたね。食べてください。切ってきます。このね、パンの切り方難しいよね。はい、いただきます。マーマレード入れましたけども、なんかマーマレードは全部ちっちゃくなりました。マーマレードを食べます。これピューレがね、やっぱりなかったんで、ね、でも美味しいよね。ふわふわだよね。よかった。パンとしてはいいんだよね。ね、いいんだよね。グッドボタンもよろしくお願いします。すいません。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。グッドボタンじゃなくていいね、それから登録もお願いします。
よろしくお願いします。指さしちゃいけないよね、ごめんなさい、まあ、前回指さしちゃいけないよね、ごめんなさい、まあ、前回